罪と罰は、ロシアの文豪ヒョードル・ドストエフスキーの長編小説で、代表作。1866年に、雑誌、ロシア放置に連載。カラマーゾフの兄弟、白痴悪霊、未成年と並ぶ、後期後大長編小説の中で、最初に出された。現代の予言書とも呼ばれ、ドストエフスキーの実存主義的な考え方を垣間見る、ことができる。 頭脳明晰ではあるが貧しい元大学生、ラスコー・リニコフが、一つの微細な座役は百の善行に償われる。選ばれた非凡人は、新たな世の中の成長のためなら、社会道徳を踏み外す権利を持つという独自の犯罪理論をもとに、金貸しの強欲狡猾な老婆を殺害し、奪った金で、世の中のために善行をしようと企てるも、殺害の現場に偶然居合わせたその妹まで、 殺害してしまう。この思いがけぬ殺人に、ラスコーリニコフの罪の意識が増長し、苦悩する。しかし、ラスコーリニコフよりも、惨憺たる生活を送る娼婦ソーニャの家族のために尽くす徹底された、自己犠牲の生き方に心を打たれ、最後には自首する。人間回復への強烈な願望を訴えた、ヒューマニズムが描かれた小説である。一般には、正当化された、 殺人、貧困にあえぐ、民衆、有信論と無信論の対決などの普遍的かつ哲学的なテーマを扱い、現実と理想との乖離や論理の矛盾、崩壊などを描いた思想小説の類に属するとされる。一方で、老婆殺しの事件を追求する余震判事ポルフィーリーに追い詰められたラスコーリンニコフが危機迫る勢いで反論する。 彼との三度にわたる論戦はさながら推理小説であり、翻訳を手がけたロシア文学者の江川すぐるは、刑事コロンボのような登場ミステリーの様相を呈していると語っている。なお刑事コロンボの脚本を担当した、ウィリアム・リンクは、コロンボのキャラクターはポルフィーディがモデルだと発言している。政治犯としての刑期を終え、シベリアから帰還したドストエフスキーを待っていた者は、度重なる不幸であった。 病床に付した最初の妻、マリアの看病はドストエフスキーを疲弊させ、ポリーナスースロワとの不倫関係を持つきっかけとなった。ドストエフスキーは妻、マリアを差し置いて、ポリーナとのイタリア旅行を格作する。しかし、一足先に旅立っていたポリーナは、寂しさに駆られて他人に身を任せ、ドストエフスキーを落胆させた。それでもドストエフスキーは持ちこたえ、 彼女とイタリア旅行に向かうが、その直前にビスバーデンで対象していたこともあって行く先々で、ルーレットに大金をつぎ込み、ポリーナにも愛想をつかされる。さらに、妻マリアと実の兄ミハイルが相次いで用去り、ミハイルが創刊した雑誌、世紀も廃刊に追い込まれ、莫大な借金だけが残された。新作、地下室の手記も評価されず、 失意のうちにあったドストエフスキーは悪徳出版業者ステルフスキーとの間に無謀な契約を交わし、それによって前借りした3000ルーブルを当座の借金の返済に充て、残った金を元手に再びビスバーデンに赴いた。しかし、彼はここでも大負けし窮地に陥った。そして、このような状況の中で罪と罰諸行の執筆が開始されたのである。同年10月に、 友人の協力で帰国した。翌1866年1月、雑誌、ロシア放置にて連載を開始し、同年12月に完結した。なお、トルストイの戦争と平和とは連載時期を同じくしている。また、ドストエフスキーは、ステルフスキーとの契約に従い、長編をもう一本書く必要があった。この時に書かれた、賭博者は、 当時最新の速記を活用して、わずか26日間で仕上げられ、罪と罰の集結部の一部も速記を用いて、執筆されている。ビスバーデンで書かれた、罪と罰の書行は一認証形式で、ドストエフスキーのことによれば、ある犯罪の心理報告書となるべきものだったが、登場する人物は限られていた。一方、この構想が生まれる以前に、ドストエフスキーは、 酔いどれと称する中編小説の構想を持っており、実際に出版社に売り込みをかけたこともあった。やがてこの酔いどれが罪と罰に統合され、マルメラードフ一家やスビドリガイロフなどの重要なキャラクターが罪と罰に導入されることになった。この時はまだ一人称形式が保持されていたのだが、連載開始を目前にして、ドストエフスキーはそれまでの走行を破棄し、 第三者視点による物語に改めた。本作執筆のきっかけとなったのは、1865年1月に、モスクワの商人の息子で、ラスコーリニキのゲラシムチストフが、金品略奪を目的に二人の老婆を殺害した、事件である。ビスバーデンにいたドストエフスキーは、この事件を、声紙に掲載された、即記録で知ることになった。連載中、本作品に似た事件が起きて、 ようにぎわしたため、ドストエフスキーは、大いに興奮したと伝えられている。この時、ドストエフスキーは、自らの関節眼について、大いに自慢げであった。ほとんど時を、同じくして1866年4月4日に、ドミトリー・カラコーゾフによる、初の皇帝アレクサンドル2世暗殺未遂事件が、起きた時には、驚愕して、言葉を失い身を震わせたという。 カラコーゾフは、主人公と似た境遇にある活動家であり、主人公が往来で大声で独り言を続ける、反共人として扱われているのと同じように、死にたいという口癖を持つ、精神科に通う、病んだ若者であった。1879年には、カラコーゾフをモデルとする、カラマーゾフの兄弟が書かれた。1881年2月9日に、ドストエフスキーは、死去したが、 直後の3月13日に、イグナチ・フリニエビエツキによって、アレクサンドル2世は暗殺された。帝政ロシアの首都、夏のサンクトペーテルブルク。学費対応のため大学から除籍された貧乏青年、ラスコー・リニコフは、それでも自分は、一般人とは異なる。選ばれた、非凡人との意識を持っていた。その立場なら、新たな世の中の成長のためなら一般人の道徳に、 反してもいいとの考えから、悪名高い氷菓子の老婆アリオーナを殺害し、その金を社会のために役立てる計画を立てる。アリオーナから金を借り、その金を貧乏なため、娘が、娼婦になったと管を巻く、酔っ払いのマルメラード夫に与えた翌日、かねてからの計画通り、アリオーナを大野で殺害し、さらに金を奪おうとする。しかし、 その最中に、アリョーナの疑惑も入ってきたので、勢いでこれも殺してしまう。この日からラスコーリニコフは、罪の意識、幻覚、自白の衝動などに苦しむこととなる。翌朝、ラスコーリニコフは、下宿の女中が、警察に出頭せよとの命令書を持ってきたのでおののく。行ってみると、借金の返済の督促であったが、刑事たちから、昨夜の老婆殺しの話を聞いて失神する。 様子が変だと思った友人のラズミー品がラスコーリニコフを訪問してきたところに母から手紙で知らされていた妹の婚約者のルージンが現れる。なりきんのルージンをうさんくさく思ったラスコーリニコフはこれを追い出す。そんな時、ラスコーリニコフはマルメラードフが馬車に惹かれたところに出くわす。解放の会なくマルメラードフは死ぬ。マルメラードフの家に金を置いて 下宿に戻ると、郷里から母と妹のデューニャが来ていた。ラスコーリニコフは、罪の意識のためにその場に倒れる。母は、息子の無礼にルー人が怒っていることを心配していた。金持ちのルー人が、一家の貧窮を救うと期待していたからだ。予心判事のポルフィーリは、ラスコーリニコフが2ヶ月前雑誌に発表した論文の、選ばれた未来の支配者たるものは、 古い法を乗り越えることができるという下りは、殺人の皇帝であり、あなたはそれを実行したのではないかと探りを入れてくる。なんとかポルフィーリの追求を交わした、ラスコーリニコフだが、下宿の前で見知らぬ男から、人殺しと言われたチスクム。しかし、人殺しという言葉は、厳格で、見知らぬ男はラスコーリニコフに用があったのだった。スビドリガイロフと名乗ったその男はドゥーニャが目当てで、 ルージンとドゥーニャの結婚を一緒に潰そうと持ちかけてくる。ラスコーリニコフはこれを追い返すが、図らずともルージンは、自らの恩着せがましさがバレてしまったために、妹の結婚は、破断となる。ラスコーリニコフは、マルメラドフの娘で娼婦であるソーニャのところへ行き、聖書の朗読を頼んだり、君と僕は同類だと言って、ソーニャを不安がらせる。そして、再び、ポルフィリと対決するが、 その横で、事件当日そこにいたペンキヤが、自分が犯人だとわめき出したので、驚きながらも解放される。ソーニャは、マルメラドフの葬式後の会食で、同じアパートに投留していた、ルージンの策略により、金銭泥棒に陥れられる。周囲の証言により、ルージンの狂言であることがわかるが、ソーニャはその場を飛び出して帰宅しまう。ラスコーリニコフは彼女を追いかけ、 ついに彼女の部屋で殺人の罪を告白する。しかし、隣の部屋にいたスビドリガイロフが薄い壁を通して、会話を聞いていたのだった。ポルフィーリが3度現れて、ペンキ屋でなく、お前が犯人だと主張し、罪が軽くなるので自首することを勧める。一方、スビドリガイロフは、ラスコーリニコフの犯罪をネタに、ルーニャに結婚を迫っていた。ルーニャは、 スビドリガイロフのところへと現れるが、結局結婚を拒絶したので、スビドリガイロフはアリガネを周囲に渡したりおごったりした、あと自殺する。とうとう罪の意識に耐えられなくなったラスコーリニコフは、母に別れを告げる。何か、恐ろしいことが起こったことだけを悟る母。リューニャの顔はすべてを知っていた。ラスコーリニコフは、自殺を考えていたが、ソーニャの力を借りて、ついに自首する。 ラスコーリニコフへの罰は、それまでの善行や自首したこと、取り調べの際の態度などを考慮し、シベリア流刑8年という関係になる。ラスコーリニコフを追って、ソーニャもシベリアに移住し、ラスコーリニコフを見守る。そのことに気づいたラスコーリニコフはソーニャへの愛を確信する。ロシア人のフルネームは、名誉小生で成り立っている。英語のミスターなどに相当するロシア語。 等の語もあるが、ロシア人が、さんと他人に呼びかけるときは、名不詳で呼びかけることがほとんどで、親しい人への呼びかけは、他のヨーロッパ書語と同様に相性型が使われる。そのため人物名の記述は、他のロシア文学と同様、会話以外で人物名を述べるときは主に性だけで、書かれ、親しい人からの呼びかけときは相性型で、あまり親しくない人からの呼びかけは、なと不詳で、 その他、フルネームや、名だけで記述されることもあり、慣れないうちは、人物名の把握が難しい。主人公、ラスコーリニコフで例示するなら、愛称系なら、ロージャと、ナトフ賞なら、ロジオンロマヌーイチと、名だけなら、ロジオンと記述されているが、すべて、ロジオンロマヌーイチラスコーリニコフその人である。愛称系の呼び名が二つ以上ある人物もいる。 主要人物はすべてこの調子であるが、呼びかけの形によって、話し手の立場がわかるため、一部の日本語訳のように、名称をせいで統一してしまうと、微妙なニュアンスが失われてしまう。逆に、原文通りの人名の記述だと微妙なニュアンスは、わかるが、人名の複雑さは、ロシア文学の初心者を苦しめることになる。そのため読書の際に、人名の対象表を用意する者も,もいる。 以下は近年間で入手が容易な版小説、罪と罰は幾度となく映画化されている。以下には有名なものを挙げる。ロシアにて2007年12月に8話からなる、テレビシリーズが第1チャンネルにて放映された。番組 HP 書き、落合直行の漫画、罪と罰エホールシファイドロマンスを原作としたドラマが、ワウワウにて2012年4月29日より放映された。 番組公式サイト2013年12月4日から NHKE テレの共用番組100分で名著の2013年12月度の題材として全4回放送された NHK 衛星第2テレビジョンで放送された私が愛した刑事コロンボでインタビューが行われている亀山イクを罪と罰能と平凡者平凡写真書2009年46 47P、47 P, AB 亀山50から 56P、亀山57の 58P 亀山59の 63P 亀山 48P、伊豆吉夫、賢治の控え室中高文庫、1986年、ABCD、三浦春馬大島優子が初共演名作、罪と罰舞台化。 オーコンニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2113088スラッシュフルスラッシュ2018年6月7日閲覧。ありがとうございます。